万劇芸人なんじゃもんじゃゲーさあ、本日 MC のツートライブ高谷です。お願いします。そしてエンペラー西山です。お願いします。マリエカ坂本です。お願いします。はい、高橋由美子です。違う違います。高橋名人です。お願いします。なんで高橋芝ですね。高橋なぎっちゃんです。高橋くんです。誰高橋くんなぎっちゃん。さあ、ここからですね、なんじゃもんじゃゲームをやっていくんですけども、前回大好評やったみたいで、はい、大盛り上がりで、どんな感じでやっていくの。大盛り。なんじゃもんじゃのルールの説明します。頭と手足だけの生物、なんじゃもんじゃ族のカードに思いつきの名前を与え、後で同じものが出たらその名前をいち早く叫ぶことでご褒美をもらう大騒ぎの楽しいゲームとなっております。お前のマスクが脱皮しかけとんの。何やお前。いや、これ二重にしとるからな。脱皮やろそれ。違う違う違う、二重にしてるだけやから。それでお前顔、その体調悪くしたら顔も青なってやるわけないよ。顔もほんと脱皮すんなよ。なんじゃもんじゃやれや。次これを引き出そうとしてるちゃうから。これを、これに名前を付けてほしいんです。例えばこれ黄色くんとか。黄色くん以外に覚えやすいから。いいんですよ、覚えやすい方が。後で出てきた時に、でもパッと例えば出しました、もう一回これが出た時にすぐ黄色くんって言えた人が勝ちって言って、めっちゃシンプルな。最初はあだ名つけるだけやね。最初はあだ名つけるだけで、芸人が書いたオリジナルキャラクターもこの中に入っております。それぞれが書いたね。でも例えば坂本が書いたキャラクターを自分が名前つけれるとは限りません。引いた人は名前つけます。はい、それではほんなら行きましょう。罰ゲームで行きましょう。罰ゲームは、まあ、トップが最下位に、一番は数が多い人が勝ちなんでね、当てれたということで、はい、本気でやるのなんかちょっと嫌なやつのあれに罰ゲーム。片番で、片番でしょうもなくらい片番で。いや、片番で嫌やね。だいぶですよ。肩にパン押し付けんやろ。違うわ、違うわ、肩にパンチや。あー、違うで。はい、答え言い過ぎた俺。もうちょっと大にしようと思ってたな。ええー、ごめんな。それじゃあ最初は、集英魂からこう順番にほんのやっていく。僕から、はい、いきますね。最初はだって名前つけるだけやから。これはね、いきますよ、一発目。はいはい、はい、何しましょう。覚えやすいほうが、自分がね、覚えやすいほうが。そうか、そうか、そうです。いいですよ。自分が覚えやすいのしてるのがいいな。そうやね。ビュッフェちゃん。おえぇ、どこうるさいな。ビュッフェちゃん。次、タグ。これも出たら、もしビュッフェちゃんって言ったら、ビュッフェちゃんって言った人が勝てるのね。アメダス。アメダス。あ、でもっぽいな。大安い。違うな。あ、なるほど。ホーリーモーリー。うん。ホーリーモーリー。うん。むす。え、ちょっと待って。マジで。え、最初何やったっけ。じゃあ行きます。うわ、おー。全然ちゃう。トーテムボーイ。どこがトーテムボーイ。ボーイ。トーテムボーイね。トーテムボーイ。行くで。おいコロッシュ家。コロッシュ家。コロッシュ家。ちっちゃい人だよ。コロッシュ家。コロッシュ家。コロッシュ家。はい、あの、諸見里さんが言った感じ。コロッシュ家。コロッシュ家。はい、それでは坂本行きましょう。これは西山さんってですか。ひどいな。これ、有名くん。え、今。なんでお前が言うの。何回言うの。あ、お前が言うの。はずいはずい。お手つきやで、これ。ちっちゃい、ちっちゃい。あ、そしたら飛び降りる。なんか、飛び降りる。気をつけてください。すいません、すいません。気をつけてください。これ、坂本が、坂本がつけたやつや。そうそう。無名ちゃん。無名ちゃん。有名ちゃんに。あ、聞いたよ。ひどいわ。じゃあ、行きます。はい。はい。ツインテール三上。長いな。うわ、ちょっと待って。ツインテール三上。まあここやん、ちょっとやん、ツインテール。いった。タグ。お、出てない。出てない。出てない。思い出す感じ。これは鼻先赤いの。鼻先赤い。ノーズフェイス。ノーズフェイス。お前がつけるの。ノーズ男子。わー、いいじゃん。ノーズ男爵ね。はい、いきます。はい、これ
んでしゅ。なんで無理やねん。クエ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 。キョロ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 ちゃんでしゅ。いやいや。お前やよ。なんか客んちに夜にな3人で遊んでたら、坂本にずっとこれやってて、坂本が宅にめっちゃ怒られとった。何鍋やったっけ？ごぼう鍋です。ごぼう鍋。どんな鍋よ。いきますよ。はい。おーりもーりーもーりーさあほんとです。しゃあもーりー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 僕の名付けはやから、ね、いやお前すごいな。はい、いきますよーノーズダメだけ西山なんて言うんだなんて言うんだノーズフェイス。あ、ノーズ男爵。あー、間違えてるよ。間違えてるよ。一回だから怪しかったら聞き直してもいいよ。絶対そうしましょう。タグからね行くぜ。おー、新しいです。ここで新参者。オペラスーモで。おお、オペラスーモ。オペラスーモ。せーの。アメダス。正解。いや、アメダス。アメダスだよ。あれアメダス。すごい。早。これこれこれ。これ。これ。早。はい、それでは。はい。西山お願いします。いきますね。はい。新しい。新しい。新しいやつ。なんやこれ。これはおもろいですけど、今までおもろい。なんで？ああ、なるほど。じゃあブリトニーパチコ。ブリトニーパチコ。パチコ。ブリトニーパチコ。ブリトニーっぽいもの。パチコ。すごいな。はい。魂。はい。いきましょうか。あ、ノーズ。なんて言った？なんて言った？ノーズ探索。うん、早かったかな。よっしゃ。よっしゃ。今のはすごい。全員言った。よっしゃ。グリーンベレー。なんて言った？グリーンベレー。グリーンベレー。何やったっけ？あ、早かった。やられた。めっちゃうまい。グリーンベレー。そうそう。じゃあ行きます。誰や？何これ？おー、これ誰ですか？俺俺。中年魂よ。中年魂が。中年ってよ。角歩む。おい。角歩む。はい。角角角で歩いてるから。はい。無名ちゃん。強い。強い。いいわ。強い。はい、それで行きましょう。タグお願いします。やっとる。どんでボール言うたね。お前。どんでボールボーイ。じゃあ一人ずつ聞こえ。はい。はい。はい、トーテンポールボーイ、トーテンポールボーイ、トーテムボール。じゃあ、よし！ポール入ってない。ポール入ってない。ポール入ってない。トーテムボーイ。ポール入ってない。トーテムボーイ！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 トーテムこれも言ってたね。いやいや、ダンダダン。じゃあこっちで行こうか。そうしてください。アメダス。はいや。何がおもろい。ああ、おもろ。これほんなら水色半ペンで行こうか。水色半ペン。覚えてる。水色半ペン。いや、伸ばさない。半ペンみたいな。あ。田畑しょぼこ。うーわー、田畑しょぼこ。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行きます。はいはい、ミッドナイト。あー、正解です。はいはい、イエー。今のは大丈夫、すごかった。今のはすごいな。俺やな。はい、田畑しょぼこ。ちょっと角歩む。はい、待って、角歩む。正解。俺ら、あの、もう白の縁が見えてたから。いや、やろうと思って。うわ、それは気分自身だから、お前って言ってもらった。じゃあ行きましょう。いや、今お前手の指の感覚が、お前やろ、神様に。このかさだった髪の感触が、なかったしょぼくやなと思うよ。はい、続いては坂本ですか。はい、ノートマスター。はい、正解です。よし、行きます。ブリトニーパチコ。やばい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 。よし、まくられてんじゃん。やばいやばいやばい。じゃあ行きます。ビューフェイちゃん。うわー、やばいやばいやばい。終了、早い。行くで。はい、坂本さんが早かったけど、坂本さんなんて言いました。水色半ペンです。いや、聞いた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 。なんて言った？みんななんて言った？なんて言った？私は水色半ペンって遅れて言いました。お前は水色半ペンって言ってる。はい、お前は青座布団。俺違うよ。はい、俺水色半ペン。はいはい、ちゃうちゃう、みんな間違ってる。何？青色半ペンです。正解は水色半ペン。
俺にさんあのどれかどれかおめえだぞ嘘お前早かったついてくれやめやめくっそやばいやばいついてくれやめやめどうしたついてくれやめやめやめということでトップは周平魂最下位は西山ということで罰ゲームは西山が受けていただきます。肩パンですね。はい、そのパンチ強くないからタグをやったってくれ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい罰ゲーム進行満劇なんじゃもんじゃゲームでした。